見逃し三振です。フォーク連投でした。そうですね、はい、先頭の丸から三振を取りました。空振りです。2番の坂本三振、これで立ち上がり2者連続三振です。その憧れていた丸さん、はい、高く上がったフライはファーストが出てきます。今日はファースト鈴木大地、その鈴木が掴んで3アウトです。ナイスゲーム。いや、素晴らしい内投手の立ち上がりでした。サードよかった。サード今日浅村です。飛びつきました。まあ、ただね、やっぱりゲーム展開だと思いますよ。これが点が入ってなければ。高めできました。詰まった当たりはここもサードです。浅村が下がります。高く跳ね上がったバウンド、ファーストが抑えます。ピッチャー内がベースカバーに入って、これで3アウトになりました。いや、レフトが出てきます。レフトは今日も渡辺義明の丸の初球、これ150キロのストレートから入ってきました。打ち上げてファーストが出てきます。今日はファー腕を振って投げてきています。セカンドがここにいます。二塁でアウトを取りました。落としてきました。空振り三振です。最後はいいところから落としました。ファーストが抑えます。セカンドが追いつきました。空振り三振。ね、丸の状態がいいわけですから。ショート正面のゴロ、はい、二塁アウト、一塁アウト、ダブルプレーです。大きいゲッツですね、これはね。ここピンチを迎えて坂本、ショートゴロ、ダブルプレーに打ち取りました。打たせました、セカンドです。先頭バッター、吉川、セカンドゴロで。バットの先もボテボテの当たりです。サードが出てきます。浅村、よく取った、ファースト。浅村のダッシュ、そしてファーストの鈴木大地もよく抑えました。ちょっとあそこランナーと重なるところでヒヤッとするですね。まあそうですね、はいはい、まあ、鈴木もファーストすくい上げた打球は伸びはありません。辰巳の足が止まります。ヘルナンデスセンターフライでこれで3アウトになりました。6回の表打ち、この回3人で終えました。